外資金庫とは中国大陸その他の日本占領地において軍事費の調達を行う目的で1945年に外資金庫法により作られた特殊法人。資本金はすべて政府支出のもので総額5000万円であった。同年8月の第二次世界大戦終戦により存在意義を喪失し1947年に閉鎖期間に指定された。理事長は 大倉次官、理事は大倉省の主計局長、外資局長や日本銀行、横浜賞金銀行、朝鮮銀行、南方開発金庫の代表者が名を連ね、本店を大倉省外資局内に置くとされた。その趣旨は中国大陸その他の日本占領地において軍事費の支払いを行う際に予算の金額では現地のインフレーションに対応できないため、 その差額を外資金庫が、横浜商金銀行、朝鮮銀行、南方開発金庫との間の預け合いで生み出した、資金で支払うものである。したがって、専属の職員も事務所も存在しない、いわば帳簿上の存在であった。最終的な調達額は五千億円に上ったが、対外債務というべきものについては、ポツダム宣言受諾の直前に、横浜商金銀行が金塊を売却して、 決裁している。桃瀬隆史、自転昭和戦前期の日本制度と、実態、伊藤隆監修、吉川博文官、1990年、P201 から202。ありがとうございます。